セルビアのアレクサンダル・ブチッチ、ALEKSANDAR、VUCIC、大統領は8日、首都ベオグラードを訪問した中国の習近平、XYJINPING、国家主席への歓迎スピーチで、台湾は中国、だと発言した国営セルビア放送、RTS、が伝えた。ブチッチ氏は政府庁舎前に集まった群衆に向け、中国の領土一致体制に対する我々の見解は明瞭かつ単純だ。そう、台湾は中国だ。と述べた。この発言に習氏は拍手した。